でビートにね、バイドした動画、バイドした動画で、フレドメどうしてるんですかっていうね、コメントをもらったんでね、ちょっと説明したいと思います。杉山農場。まずね、これ、畝切りするときとか、もう豆まくときもね、全部これ、プランターの前にね、こう、新香詰めつけてあって、これ入れてあるんで、これ何を入れてあるかというと、もうカルチの時にカルチがずれないように、このね、新香詰めの後にはまって、カルチが走るようにしてあるんですよ。こっちはね、フレ止めはね、ここ、こういう、こっち側、ここ遊ぶようにしてあって、こうだね、こんな感じ。なんで、もうプラプラですね。プラプラにしてあります。もうこんだけ動くようにしてあって。なんで、新香爪の後にはまって、勝手に走っていくような感じだね。だから、カルチのフレ止めは貼ってない。そんな感じでやってます。杉山農場。今日は6月の10日です。今日はね、JA つべつ青年部の皆さんが来てくれました。どうでしょう、楽しかったかな？楽しかったです。楽しかったです。よかった。また、個人的に来てくれても構わないし、ぜひね、遊びに来てください。見学の日は雨降らない方がいいけど、今日はいい雨降ってるね。はい、また来てください。どうもー。杉山農場。今ね、ちょっとね、帯広にね、買い物行ってきたんだけどね。そしたら、プロショップ穂高にね、先週ね、注文してあったね、マキタの電動の草刈り機、先っぽの帰れるやつが、入りましたって連絡来たんでね、今取りに行ってきた。じゃじゃーん。よし、これ開けよう。まずその前に、ちょっとね、うちにある電動のやつね、いろいろあるんでね、紹介しよう。この間さ、畑から乗って帰ってきた、ほら、電動アシスト自転車でしょ？で、あとさ、あとマキタじゃないやつ、ほら、廃坑機のさ、バッテリーグラインダーがあるでしょ？廃坑機。あと、チェーンソーでしょ？これは、ハスクバーナの、電動チェーンソー。これがね、結構いいんだよね。めちゃくちゃ使える。ほら、これさ、廃坑機のさ、OEM だけどさ、トネのインパクト？トラックのホイールのナットも緩めれる。あと、うちに 18V だけ1個ある、電動のグリースガンでしょ？あとは 40V の、これダスターでしょ？ダスターと、これワカサギのさ、時にも使ってる、ドリュードライバー。これも 40V があるんで、今回充電器は買わなかった。充電器はこれ今まで使ったやつ。でこれも 40V 専用だね。これ 18V と 40V と、充電器共用できたらいいのよね。なんか充電器ばっか、やたらいっぱいある。本体これでーす。刃が、こんな刃だね。じゃじゃーん。こんな刃。ほんで、よし、これで充電しておきます。杉山農場。